綺麗だな、余裕だな。ここで入れさせて。カゲさん、待ってね、まだ。行きます。さあ、今、鍵谷社長が80人もチャレンジして、今上げた、そーっと険しい状況で、今ゆっくり倒した、ここはクリア。させろ、鍵谷って言ったんだ。鍵谷、シュッ。これな、これ潰れてももう大丈夫ですよね。60から積み重ねてきた重量はいよいよ今85の壁を突破しようとします。さあ、ビルジェント代表影谷、今はスマイルを見せておりますが、さあ、右手のガッツポーズが出た。これはどういう意味なのか、今右手の位置を決めて、左手の、おっと腰を深く上げて、足の位置を確認した。さあ、ここ今85。深く深呼吸をこぎながら目線を持っていった。さあ、上げたぞ、上から行って、胸について、今クリアだ。もう、なんか早くやんないですよ、あの、押しやんないですよ、余裕なんかあるわけないじゃん。あげろ、あげろ、上げてますか。どうします。すいません。ちょっとあれいいですか。社長はなんか問題っていいですか。もちろんもちろん。これね、90です。くっそ。マストなしで。今使っちゃったな。何ですか。いや。おお。さあ、Bレジェンド代表鍵谷、いよいよ100の壁、3桁に挑戦であります。今、腰をしっかりと固めて、さらにはリストも固めていきます。ゆっくりとゆっくりと今、慎重に気持ちを入れております。ゆっくりと一巻き、二巻き、きっちりと今、右手を固め、そして今、左手に移ろうとしております。10、20、しっかりとゴムの感触を今確かめております。さあ、Bレジェンド代表100キロ3桁の壁であります。心なしか表情が非常に硬い。さあ、この角度でどうだ。ウェイトは100、この壁を越えられるのか、限界に挑みます。さあ来い、Bレジェンドの意地にかけて今上がった、上が上がった。さあどうする。ここからだ、右で開いてポロポロ動いて、さあ来い来い、カモン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 、ダメだ、潰れた。今回もまた G エンド、まさにビルレジェンド。
りますね。